大森和代のいつもつながっているよ渡良瀬トーク。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。先生、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、あのブログのコメントにね、いつも明るいこのね、はい、ラジオ番組楽しみにしてますとかって ね言ってくださって書いてくださってる方がいらっしゃったので、はい、あの本当に嬉しいと思います。そうですね。そんな風にあのこのラジオを見てほっとしていただけたり、はい、癒されていただけたり、明るい気持ちになっていただけたら、はい、いいなと思いますよね。そうですね。なんかあの本当に私たちもこのラジオの日を楽しみにさせていただいてますので、とても皆さんが、はい、まあ、あのすごく平和な波動で仲良くやらせていただいてるってことも、はい、あのね、なんかすごく見てくださる皆さんに、はい、あ、聞いてくださるですね、ラジオです。聞いてくださり見てくださる皆さんに伝わっているのかななんて思って、はい、これからもあのゆみちゃんも頑張って、そうですね、はい、はい、聞いてくださってますので、はい、また末永くお願いいたします。はい、と今日はね11月11日で、ゾロ目ですね。ね、1111ですよね。はい、もういいみたいな。本当ですね。ね、でピーナッツの日っていう日だそうですよね。なぜピーナッツなんですかね。ピーナッツは一つの殻に2粒のお豆が入ってるので、はい、それでなんか1111ってことで、はい、双子ちゃんってことですね。双子ちゃんの日でもありますよね。そうなんですね、はい、前はポッキーの日とか言って紹介させていただいた気がしますけどね。ポッキーもあの食べるポッキーですね、懐かしい。11月11日ですね。ね、11月11日、はい、ポキ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 みたいな、はい、はい、ポッキー食べてますか？なんか最近食べてないな、ポッキー。 そうですね、食べます？最近食べてないですね。売ってるんでしょうか？売ってますね、ま、売ってますよね、はい、コンビニとかにもありますね。ね、で、はい、あと高級なポッキーがなんかあの、ね、大阪で並んで買うポッキーですか、あれ、ね、あれポッキーって言うんでしょうか、はい、ね、なんかいろんな味があって、ポッキーのなんかその上のフランっていうちょっと高級なポッキーみたいな、はい、ちょっと太いやつですね、あれみたいなね、はい、ものでいろいろありますよね。そうですね、変わった味の大阪でしか買えないんですかね。前は梅田阪急かどうかしか買えないって聞いて、はい、できた時にすごい並ばれてましたよ ね今もあるんでしょうかね、そういえばなんかそうなる、なんかこんな話してると食べたくなっちゃいますね。口の中がチョコレートモードになりますね。やっぱりあのプレーンなやつ美味しいですよね。昔からあるやつですね。昔からね、はい、はい、あって、あ、なんかあの、わ、あの何ですか、夜の飲み屋さんとか行くと、おつまみに出てくるようなグラスに刺さってる感じですね。グラスに刺さってる感じも、はい、いかないんですけど、なんかねそんなこともあったかななんて思います。はい、あの結構11月11日がお誕生日っていう方もいらっしゃって、そうですよね。はい、私のお友達にもいますが、はい、あの皆さんはどんな今日どんな11月11日をお楽しみでしょうか、はい、よくあのゾロ目を見ると何か意味があるんでしょうかっていうご質問もね本当にね多いんですけども、コメントとかにもね車のナンバーがゾロ目でしたとか、うん、書いてくださいますね。そうですそうです、前のねナンバーがねっていうね、やっぱりあのこのゾロ目っていうのは、まあ、ご本人がその嫌いな数字だったら別なんですけど、嫌いな数字とかいつも嫌だなと思ってる、はい、あの日にちのねナンバーっていうのは、はい、やっぱりこれはちょっと自分の心を正しなさいというお知らせだったり、はい、でも自分がいいなと思っているゾロ目とかっていうのは、はい、あのこれはあのすごく高次元とつながっている時にね、見やすいということでもありますので、はいはい、またそんな風に、ただ車を運転しながらあんまりナンバーばっかね見てると、はい、心配なのでね、はい、前のナンバーとか対向車とかこうあんまりキョロキョロしてるとね前が詰まってたねって大変ですよね。そうそうそう、大変ですからね、あのくれぐれもお気をつけて、運転は信号で停止した時にちょろちょろっとこう周りのナンバーをねあの見渡すという感じで、また数字も日々楽しまれてくださいね。はい、それでは先生、今日はいつものコーナーになりますね。はい、はい、いつものコーナー行きたいと思います。大森和代の愛のおすと分け。はい、ではゆみちゃんに読んでいただきます。はい、今日のご質問は迷い人さんからのコメントですね、はい、
以前のブログで先生が心のトラウマが解けたから、涙がこぼれるという お話をされていたことがありました。私は最近不思議な夢を見ました。とても疲れていて、我が家のご先祖様と実家のご先祖様の2つのお仏壇の前でうたた寝をしていました。実は私は自分の実の母が大嫌いでした。亡くなって9年経ちますが、未だに憎しみとも言えるほどの嫌悪感があり、そのことで私自身もすごく苦しんでいました。たまに母の夢を見ていたのですが、いつも夢の中でも避けていたり、会いたくないと思ったりしていました。でも先日の夢では、母が一人暮らしをしていた家の前にいて、母を探して家の中に入り、見つからなくて外に出たら、そこにまだ若い母が優しい笑顔で立っていました。私が子供の頃に見た母の笑顔でした。私は母に抱きつき、本当は、本当は、と声になりません。息を吸ってゆっくり大きな声で、本当は大好きと言った自分の声で目が覚めました。心がスーッと軽くなりました。先生がおっしゃっておられたように、毎日このブログに帰ってきたおかげで、心のトラウマが解けたのでしょうか。今は母に対する恨み憎しみはありません。わがままな人でしたが、それでも一生懸命育ててくれたのだと感謝しています。あの日見た夢のおかげです。母もあの世で修行させていただいて、いろいろなことを反省できてきたのかなと思っています。あの夢は神様が見せてくださったのでしょうか、というご質問ですね。はい。はい、迷い人さん、ありがとうございます。本当に素晴らしい内容だと思います。これはですね、やはり迷い人さんはもう、このように自分の、まあ、今のご名字と、あと、実家の方のご名字ですかね、のご先祖様供養を、自分でやっておられるということで、まあ、多分毎日お食事も出しておられると思うんですけれども、そしていつもブログに書いてきてくださっているという、そのことで迷い人さんが本当に自分自身の魂を向上させようという日々の努力、そしてあとまた先立たれた肉体のない皆さんをなんとか自分がお救いさせていただきたいと、自分に今できる最善のことをされておられるという、その努力、その日々の努力を神様が見られて、でやっぱりお母様は人を憎むってこと自体、あと人を嫌うということ、これはとても苦しいことの一つなんですね。お釈迦様もおっしゃっている四苦八苦の中の生きるべき道の中で人を憎むということはとても苦しいことだと説いておられるんですけれども、そういうもの、憎む、嫌い、それがましてや自分を産んでくれた母に対してそういう気持ちがあるというのは、本当に迷い人さん今まで辛い気持ちでおられたのではないかなと思います。これはそうなった方にしかわからないかもしれないんですけれども、きっとお辛かったんだろうなと、苦しみをずっと抱えて生きておられた、それでその気持ちを取りたいということが迷い人さんの大きな願いだったと思います。それを日々努力をしておられることで、神様がスーッとこのような形で、まあ、夢なんですけれども、夢の中でお母様が来られたんですが、そこにおられたのは本当のお母様がおられたそうです。夢を見ているという形で実際にお母様に会わせてくださった。で、その時のお母様が以前のお母さんより若い頃の姿だったというのは、先祖供養を一生懸命されておられますので、お母さんは今少しまた上に修行の場が上がられたというお知らせでもあったそうです。まだ霊界ではないとおっしゃっておられますが、でも若い頃のお母さんはとても迷い人さんのこと、お母さんの方はすごくお母さんなりの愛し方の形、愛の形で愛しておられたということをその夢で表してくださった。で、迷い人さんも本当は心の奥底の底では自分を産んでくださったお母さんのことを本当は大好きだった、でもそれが言えなかった、そしてお母様から受けたトラウマによって、その大好きっていう心がどん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 こう底の方に行ってしまってた、その感情がぶわっとここで吹き出したということですのでね、本当に素晴らしい体験をされたと思います。本当に良かったと思います。また毎日迷い人さんもブログに帰ってきてくださいね。そして先祖供養も頑張って続けてください。お母様早く霊界へ上がられますよう、私もお祈りをさせていただきます。
はい、先生今日もありがとうございました。ありがとうございました、はい、夢でのお知らせです。素晴らしい夢見られましたね。本当ですよね、まあ、夢なんですけれども夢という形にしてくださっただけであって、実際は体験しておられるんですね。そうですね、はい、ですから素晴らしい体験をね、はい、なさったなと思いますし、はい、最近は、まあ、ブログもね、7年半させていただいておりまして、はい、で皆様 の講演会の方ももう10年ですかね、そうすると皆様にもたくさんのたくさん本当に素晴らしい奇跡がね、はい、起こってきていまして、そうですね、ぜひまたねそんな体験をなさった方、はい、他の奇跡でももちろん大丈夫なんですが、はい、ぜひまた渡良瀬の方にでもお手紙とか書いていただけたら嬉しく思います。はい、はい、はい、先生今月はあと月末に26日日曜日プレミアムセミナーが岐阜でありますね。そうですね、はい、もう今年もねまたプレミアムセミナー、はい、岐阜プレミアムセミナーが ね今回は本当に今までになく大きな人数、はい、まあ、名古屋の会場が今まで一番801人で大きい会場だったんですけれども ね、今回はまあ900人ほどということでね、結構多くの皆様に来ていただくことになるんですけれども ね、お昼ご飯もなんかそうなんですよ、お昼付きのっていうことで、そうですね、このお弁当も試食してきたんですけれども、ちょっと結構大きなお弁当で、はい、まあ、大きいだけにこうあとテーブルがその場にはないんですね。で、別会場でテーブルを3つの会場ぐらいのところで、まあ、300席ぐらいはテーブル付きで置いてあるそうですので、なるほど、はい、そちらにお弁当を持ってって、はい、まあ、2交代制で食べていただければ600人ぐらい座れるってことですよね。なるほど、そういうことですね。でもこう片手でね持ってその試食の時片手で持って食べるとどうなるのかなと思ったら、ちょっと私手が小さい方は私のようにグラグラするんですよ、大きすぎて正方形、はい、なのでグラグラしちゃって、食べてる時端っこの方を食べようとしたらパンとかって音がしちゃったりするとちょっとこれきつらいなと思うので、まあ、でも落としちゃったりしたらまたスタッフさんにおっしゃってくださいね、はい、そういうことも考えて少し余分にはっておっしゃってましたので、あ、なるほど、はい、お膝の上だとちょっとね不安定ですよね。膝の上だとなんかこう低すぎて、そうですね、特に雑魚の高い方、背の高い方は低すぎて、多分膝の上にこうして食べたらすごい背中丸まっちゃいませんか。疲れちゃいます ね、 ね、首が痛くなるっていうか、 なんか、はい、うん、ですからやっぱりちょっとテーブルがあるといいなとは思うんですけれどもね。紙の箱なので、まあ、はい、持ち帰りできないことはないと思うんですけれどもね。なんかね、持ち帰ることにしてもホテルの中で食べちゃうとかね、そんな、でもまあせっかくついてるお弁当ですから皆様と交流しながらね、そうですよね、食べていただきたいなと思います、はい、岐阜らしいものも入ってますので。そうなんですね、はい、ちょっと食べにくいかなと思ったんですけど、ほうばに包んだなんかお肉とか、はい、そういうのも、そうなんですね、ちょっと食べにくいですよね、でもほうばを開けて中から、でも、ね、すごくやっぱり美味しいお弁当ですので、はい、みんな同じものをいただきます、はい、私たちもいただきと思いますのでね、はい、はい、ぜひぜひ楽しみに、プレミアムセミナーが ね、 そうですね、内容も充実した内容ですね、本当にね、はい、もうプレミアムセミナーはいつも皆様ワクワクしてくださっていますし ね、 すね、はい、岐阜のことを皆さんが聖地岐阜と呼んでくださいますので、そうなんですよね、岐阜が聖地になってしまいまして、はい、まあ、日本の真ん中、日本のおへその部分ということもありますけれども ね、 はい、先生のお膝元でありますので、そうですね、岐阜県でね、まあ、生まれたわけですからね、はい、私もね、でまた今岐阜県に住んでおりますので、はい、はい、何かやはりここは意味あって、無大陸の時に沈み残った場所でもあるということと、無大陸の時に生きてた方がたくさん岐阜県には集められてるってことも以前、はい、神様にね教えていただきましたので、はい、また聖地岐阜でお会いしましょう。そうですね、はい、はい、ではまた来週。 See you next week. Bye.